最初の単語はこちらです。peculiar、独特な。この前ね、久しぶりにマクドナルド行ったんですよ。でね、ハンバーガー食べたら、もう美味しいんですよ。そういえば、マクドのハンバーガーに入ってるピクルス。あれ嫌いやったんですよ。だからね、必ず避けてね、もう食べてたんですけども、あれってなんで嫌いなんかなーって僕は考えたら、やっぱりピクルスって独特な味しますよね。で、もう一個気づいたんが、あれできてるー、ピクルス、いやー、独特な味、ピキュリア、独特な、はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。sorrow、悲しみ。僕のね、中学時代の話なんですけど、友達4人で映画を見に行こうとなったんですよ。だから、お母さんにね、言って、ちょっと服を買ってほしいと。で、しかもその当時ね、ジージャンが流行ってたんですよ。で、お母さんにめっちゃおねだりして、ようやく買ってもらえたんですよ。もう当日までも楽しみで、当日ももう意気揚々としてね、このジージャンで行きたんねんと思ったら、なんと4人中3人ジージャンやったんですよ。もう残り一人が、お前ら三人じいじゃんなんや、へへーって勝ち誇ったような顔してたんですよ。じいじゃん、ソロ悲しみ、ソロじいじゃんの悲しみ、ソロ悲しみ、はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。バリア、障害。これは、知ってたやんシリーズですよね。はい、バリアです。小学生の頃、バリアって言いながら、鬼ごっこなのでガードしてませんでしたか？でも、実はガードって意味があるわけじゃなくて、障害物の障害の方の意味なんですね。例えば、バリアフリーって聞いたことないですか？バリアフリーっていうのは、車椅子の人などが障害がなく通れる道っていうことでバリアフリーというふうに言うわけです。バリア、障害。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ブルーム、花が咲く。こちらは語源で見ていきましょう。ブルームの語源は膨らむという意味が実はあるんですね。これはブラッド、血液と同じ語源なんですね。血液を送り出す心臓は膨らみますよね。それと関連してつぼみが膨らんで花が咲くっていうふうにつながりますよね。ブルーム、花が咲く。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。forecast、予報。まずはこちらの動画を見てください。cast、投げる。これは知ってたんシリーズですよね。はい、キャスティングですよね。キャスティングっていうのは配役ですよね。例えばプロデューサーが、君はシンデレラ、君は小人、君は王子様みたいな感じで役をこう投げていっているイメージをしてください。そして釣り竿を投げるのもキャスティングって言います。キャスト、投げる。はい、覚えた。フォワードは前という意味があります。これはサッカーのフォワードと同じ語源です。フォワードの選手っていうのは前にいますよね。キャストは投げるでしたね。事前に情報を投げておくので予報となるわけです。forecast、予報。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。physician、医者。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。波線部分はフィジカルと同じ語源で体という意味です。スポーツをする人はフィジカルが強いなんてことを聞いたことあるんじゃないでしょうか。後ろの部分は人という意味ですね。これはマジシャンとかミュージシャンのシャンと同じですね。体を見る人なので医者となるわけです。ちなみに医者は医者でも内科医を特に指します。physician、医者。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。dormitory、寮。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。波線部分はドームです。ドームといえば東京ドーム。東京ドームっていうのは丸い屋根の建物のことですね。ドームはもともと家を表す言葉でした。家、つまり住むところなので、寮、との風になるわけです。dormitory、寮。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。domain、領域。これは、知ってたんシリーズですよね。domain です。domain っていうのは、インターネット用語で聞いたことないですか？あれは、インターネット上の住所のことなんですね。インターネット上の住所っていうのは、この場所を使ってます。この領域を使ってますよっていうことになりますね。domain、領域。はい。覚えた。続いての単語はこちらです。dominate、支配する。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。波線部分にドームが隠れてましたね。ドームっていうのは家という意味でしたが、そこから転じて主人という意味もあるんですね。主人っていうのはその家を支配する人のことですね。dominate、支配する。はい、覚えた。最後の単語はこちらです。bomb、爆弾。こちらは知ってたんシリーズですよね。ボンバーです。ボンバーマンっていうのは爆弾を投げるゲームだったり、ボンバーヘッドっていうのは爆発頭のことですよね。ボン、爆弾。はい、覚えた。
ここまで見てくれた人でいいなと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。それではフラッシュカードで脳にこびりつけちゃいましょう。レッツゴー。はい、お疲れ様でした。単語のリクエストがあればコメント欄で教えてください。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、覚えたー。